こんにちは、ニコです。3月中旬になりました。今回は種から育てるインパチェンスです。インパチェンスは日陰でも花つきが良くて、初夏から秋口まで長期間開花するので、夏の庭で毎年重宝しています。種から開花までの成長が早くて育てやすいので、種まきが結構おすすめです。この動画、前半は種まきの様子、後半ではその後どんな風に育っていくかを去年の記録をもとに振り返ります。まずはチャンネル登録をしていただいて続きをご覧ください。今回まく種はこちらです。多肥種苗のインパチェンス F1 ロリポップミックスです。一重咲きの品種でいろんな花色がミックスでこの一袋に入っています。種袋には地味に大事なことがさらーっと書いてあるので詳しく見ていくと、まず量もつく40粒と書かれています。種が全部発芽するとは限らないので、出てこない種があるのを見越して、多めに種を入れてくれてることが多いです。ということで多分ここには40粒以上入ってるんだと思います。で、発芽には光が必要で覆土は行いませんとか好光性と書かれています。そして発芽温度は15度から25度ぐらいっていうのがこの帯でわかります。種まきから開花までの期間は 2,3 ヶ月かかりそうです。発芽適温の15度から25度っていうのがいつ頃の気温かっていうのをですね、気象庁のウェブサイトでデータを調べてみました。神戸の4月5月の気温をグラフにしたものなんですけれども、黄色が最高気温、青が最低気温です。インパチェンスの発芽適温の15度から25度っていう温度帯に薄い水色を塗ってみますと、こんな感じで4月上旬はまだやっぱり気温がちょっと低めで、下旬ぐらいになってくると発芽に持っていきやすい気温まで上がっていくってことがわかります。屋外で種まきして管理するなら4月の終わり頃から5月ぐらいの種まきが一番まあ管理としては楽そうです。例えばゴールデンウィークに種まきすると育てやすそうかなと思います。で、種まきから開花まで 2,3 ヶ月かかるので、ゴールデンウィークに種まきすると花が咲くのは7月頃ということになります。で、私の場合はですね、花色ミックスの種をまくので、植え付ける前にお花を咲かせて何色の花かを見てからどの色をどこに植えるかっていうのを決めたいと思うの で6月には植えたしてしまいたいと思ってます。ということで早めの3月に種まきをして、お花を見てから植えるっていうことにしようかなと思います。で、3月はまだ気温が、低いので、外で種まきしちゃうと、芽が出てきませんから、4月中旬までは暖かい室内で管理することになりそうです。種袋を開封するとさらに小さい内袋が中に入っていて、その中に種が入っています。ごま粒よりね、だいぶ小さい種で吹き飛びそうなぐらいちっちゃいです。容器は今回セルトレイを使います。種まき用の土を入れて水で湿らせておきました。メモ用紙に折り目をつけてその上に種を置いています。そして爪楊枝で1粒ずつ、セルの上に押し出していきます。苗がたくさん欲しい場合は1マスに1粒ずつ巻くといいです。で、袋に種は40粒以上結構たくさん入っているので、まあ1マスずつやると40株できてしまうということなんですけど、もしねそんなにたくさんいらんわという人は、1マスに 2,3 粒ずつ巻いて、20株だけ作るとかいうふうに調節されるといいと思います。インパチェンスは好光性種子ということなので発芽に光が必要になりますので土はかぶせないでおきます。で、土かぶせないと乾燥しやすいので受け皿に置いて腰水にしておきました。で、置き場所なんですけれども、気温がなるべく20度以上になる場所がいいので、これうちは実は2階のトイレなんですね。西向きにこういうふうに窓があってですね、午後よく日が当たって、しかもトイレ狭い空間なのでめっちゃ気温が上がりやすくて温室状態になります。ということで意外とねここが春の種まきに、好的スポットになっております。
外の気温が上がりきる前の時期に早まきする方はですね、お家の中で気温条件が良さそうな場所っていうのをうまく見つけてやってみられるといいかなと思います。この時はよく日が当たって気温22度ぐらいまで上がってました。外は16度ぐらいだったので、まあ、結構いい感じに温室になってると思います。でこのままトレイの水が減ってきたら足しながら発芽を待ちます。でちなみにシクラメンが映ってるんですけど、シクラメンは20度切ってるぐらいの方がいいので、もうちょっとね涼しい場所にそろそろ移してあげようかなと思いました。種まきから10日経ちました。よーく見ると3割ぐらい発芽してるんですけど、見えますかね、かなり小さいんですが、根っこをね、出して土に刺してこう立ち上がろうとしてる感じですね。この後双葉が開くとこんな感じっていうのをちょっと絵に描いてみました。こういう丸い感じの双葉が出てくるはずです。でなるべく芽が出たら日光に当てたいんですけれども、いかんせん寒さが苦手な植物なので、室内の窓辺に置くとか、日中だけ外に出して夜は家に入れるとかっていう感じで、まあなんとか過ごします。で八重桜が散る頃になると夜間も十分暖かくなってきますので、そうすると外に昼も夜も出しっぱなしということにできます。ここからは去年の記録です。本葉が出てきたら液肥を始めます。薄めに希釈した液肥を週1回ぐらい水やり代わりに与えていました。種まきから7週間経ったあたりなんですけれども、本葉がね3枚から、早いものだと4枚ぐらい出てます。これぐらいになるとポット上げができます。セルトレイから苗をお箸で、私は引き抜いてて、でですねこれをポットに植えていきます。結構根っこ伸びてますね。セルを見てもらうと苗の大きさがちょっと不揃いなのがね気になりますけども、まあ、早まきしたから気温条件があんまり良くなかったのか、途中一回水切れさせたのがまあそれも悪かったんでしょうねとか、まあ、反省すべきことはあるんですけど、この時点で育ちの悪い苗っていうのも後でちゃんと追いついて、お花は咲きましたので、まあ、これぐらいでもなんとかなりますよっていうご参考になればと思います。ポットに植えるときはこの双葉のすぐ下あたりまで、茎をね土に埋めてしまって、ちょっと深植えにして植え替えてました。はい、ポットに植えられたら水やりをしますけれども、ここで活力剤のメネデールを水に混ぜて与えていました。種まきから8週間、ポット上げからわずか1週間で葉っぱが増えて、株がしっかりしてきました。種まきから9週間です。インパチェンスらしい見慣れ感のある草姿になってきたと思います。ここまで育てば一安心ですね。IB 化成っていう固形肥料を与えました。つぼみが目立つようになってきました。5月頃っていうのは暖かいですし、日照時間も長くて植物がぐんぐん育ちます。種まきから11週12週あたりで、まあ、お花がだいたい咲いてきて、どんな色の花かっていうのが見えるようになったので、そのあたりでね植えてあげればよかったんですけど、こんな風にちょっと放置気味です。去年はですね6月に家の外壁の工事があって、花壇の作業が全然できなかったので、仕方なくポット苗のまま待機させておりました。でですね16週経ってようやく7月上旬になって植え付けをしました。
狭いポットの中で根っこが狭くてかわいそうだでしたけども、まあ、ようやくねこの広い土の中に植えてあげることができました。これ茎がかなりひょろっと縦に伸びちゃってるので、この後切り戻さないと倒れちゃいますね。倒れるというと、インパチェンスって八重咲きの品種もバラみたいな咲き方するのがあってすごく素敵なんですけど、八重咲きって、雨が降ったら花びらの間に結構水が溜まりやすくて、水の重みで茎ごとうなだれたりしやすいです。雨ざらしの場所ね、こういう花壇とかに直植えするにはシンプルな一重咲きっていうのが結構使いやすいなと思ってます。ここは建物の東側、落葉樹に囲まれているので、夏は午前中木漏れ日、午後は日陰という環境で、ほとんどね直射日光当たらないんですけれども、それでもこれだけ発色がいいお花っていうのはすごく貴重だなと思ってます。こちらは建物の北側です。今年も夏のシェードガーデンの主役級のお花はインパチェンスになりそうです。はい、ということで種から育てるインパチェンスでした。面白かった、育てるイメージ湧いたっていう方はぜひ高評価、それからチャンネル登録で応援よろしくお願いします。また動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。